トベのイムップ、平野紫耀ヨウジングージインシーン、クルージン、世界デビューの舞台裏、舞台裏。トベの未来、多様なメンバーの加入と展望に注目。芸能界における動向は常に注目を集めていますが、最近、滝沢秀明氏が率いる新しい事務所、トベ、が話題となっています。その中でも、デジタルシングル、クルージン、 で、世界同時配信デビューを果たした7人組ボーイズグループ、イムップのメンバー、平野紫洋と神宮寺勇太の存在が特に注目されています。本記事では、彼らのデビューにまつわる興味深い事実や未来の展望について探ってみたいと思います。イムップへの驚異的なデビュー。2023年8月18日深夜0時、イムップはデジタルシングル、クルージン。 を世界同時配信し、わずか14分後には X、旧ツイッターで、クルージンが日本トレンド1位に躍り出ました。これはまさに驚異的なスピードでの快挙であり、その素早いトレンド入りはファンの期待を示唆しています。イムップは2020年10月にジャニーズ事務所でインパクトオーズとしての活動を開始し、その後、23年5月に同事務所を退除 そして、7月14日、滝沢秀明氏率いる新事務所戸ベへの所属が発表され、同時にグループ名を、イムップ、として新たにスタートしました。これにより、彼らは新しい舞台での活動を始めることになりました。戸ベへの新メンバーの介入。戸ベにはイムップより前に、元 V6 の三宅県、元キング・アンドプスの人従事ユータ、平野市要が、すでに合流していました。 そして、8月16日には元ジャニーズ JR の大統立機の所属も発表されました。これにより、戸部は実力派メンバーで構成されたグループとして、業界に新たな風を吹き込んでいます。しかし、興味深いことに、イムップの中で最も注目されていた平野塩と神宮寺優太は、 戸部においては他のメンバーよりも早く合流していたにもかかわらず、なぜかイムプへのデビューは戸部の後発となりました。デビュー順の逆転、なぜジャニーズ事務所を離れ、新たな事務所戸部に加入したメンバーたち。その中でも、神宮寺ゆ太と平野耀はイムプよりも早く戸部に合流していました。しかし、なぜならイムプへのデビューが先行してしまったのでしょうか 女性指揮者の一人が語るところによれば、同じ元金プリの神宮寺、平野はイムップより先に飛べに合流していましたが、デビューはイムップが先になりました。神宮寺、平野は十分人気があるので、すでに楽曲を発表していてもおかしくないのに順番が逆になったのは、騎士の参加を待って3人で活動するからとの見方があります。 要するに、イムップのメンバーたちは、すでに十分な人気を持っており、楽曲の発表も可能な状態にあったとされています。しかし、岸シユタの飛べへの参加が決まりつつある中で、3人での活動を待っていたというのが、デビュー順の逆転の理由の一端なのかもしれません。岸シユタの飛べ参加の噂。 記事では、元キング・アンドスの岸士ユータが9月30日にジャニーズ事務所を退所することが決まっており、その後、トベへの介入が噂されていることが触れられています。そして、今回のイムップのデビューで岸のトベ入りがより可能性が高まったと報じられています。これにより、トベはますます多様な才能を抱えるグループとして注目を集めることになりそうです。 シユうの加入によって、トベはどのような変化を遂げ、新しい可能性を広げていくのか、ファンたちは今後の展開に期待と興奮を募らせていることでしょう。やめジャニが集結するトベトベはこれまでにジャニーズ事務所を離れたメンバーたちが集まる場としても知られています。 その中には、元ジャニーズ JR の大統立機も含まれており、オーディションで発掘した新人のお披露目も楽しみなところです。やめジャニーと呼ばれるこれらのメンバーたちは新たな事務所でのスタートに期待と不安を抱えながらもファンたちにとっては新たな魅力を発見する興奮の瞬間ともなっています。トベがどのように彼らを生かし、新しいプロジェクトにどれだけの魅力を注入するのか、 今後の展開がますます注目を浴びそうです。飛べの未来に注目。飛べは、イムップのデビューを皮切りに、多様なメンバーたちが集まり、様々な展開が続いています。デビュー順の逆転やシユうの参加といった出来事が、ファンたちにとっては新たな興奮と期待を生んでいます。 やめじゃにが集結する中トベがどのように彼らを活かし、これからどのようなプロジェクトに挑戦していくのか。これからのトベの未来にはまだまだ謎が多く、その一端を垣間見ることができた今回のデビューでさえも、ファンたちにとっては新たな天気となることでしょう。最後にトベの未来に注目し、 彼らが新たな才能や可能性をどれだけ引き出していくのか、これからの動向に期待していくことが大切でしょう。